はい、では今日はですね、皆さんに、この法性禅師という方が、お書きくだされた五衛法師さんの一部をですね皆さんに紹介いたします。で、今日話をする内容、これ3回に分けて話しますが、これは法然上人が非常に大事になされたお言葉であり、またそれを受けた親鸞上人が、まあ、教行信証行観とね、あと有信証文威という本にね、ここを詳しく解説しておられる。これ非常に大事だから、我々が幸せになるためには大事なことだからということで、法然様も親鸞上人も、大切になされた御門であります。まあ、それを今日ね明らかにしたいと思います。で、まず、この法性禅師という方なんですけども、この方はね、どえらい方である禅道大師という方がおられます。まあ、法然上人はね、私の教えはひとえに禅道大師によるとこう断言された方ね。で、親鸞上人もそうなんですけども、この禅道大師の後ですね、約90年後に生まれた方らしいんですね、法性禅師という方。だから親鸞上人は後禅道と尊敬してるんです。まあ、後の禅道大師の化身だと、禅道大師生まれ変わった人として大変尊敬しておりますから、後禅道というふうに当時も言われたらしくてね、それを親鸞はそのまま受け継いでおります。で、この方、まあ、禅師だから、まあ、禅宗の教えも入ってるんだけどね、まあ、これは中国仏教がですね、浄土仏教がやがてなくなってですね、禅宗と一つになっていくんです。本質は同じだからかもしれませんけどもね、禅と浄土宗も実は本当相性はいいと言えばいいんですけどね、心を鎮めるということで、だから禅師という言葉を使われてますが、この方は非常に禅道大師の教えに感銘を受けて、多くの人に仏法を伝えた方として知られております。で、この方が影響を与えたのはね、天台宗に影響を与えたんですね。で、この方の書いた本にね、五衛法師さんという書物がございます。日本語のね、法師法師と言いますよね、これは元は法師さんというね、禅道大師がこういう本実は書いたんです。浄土三部経をね、読んで、これ儀式にして、仏教の教えをね、この儀式形態にして今の形式を作ったのが禅道大師なんですけどね。で、それで法師という言葉、法師さんという言葉、この本を実は禅道が書いたんです。で、これをさらにね発展させた内容がこの五衛法師さんというね本なんです。もともと禅道大師が法師さんというね、阿弥陀経をベースにして、仏法の書物を書いて、この、まあ、儀式を特にまとめたような形で、結構綺麗な文章なんですけどね、それにさらにね歌をね付け加えたのが五衛なんです。無量寿経という経には阿弥陀仏のね声をなんかそういう音でなんかね表すところ、音楽をちょっと活用したところが仏教にあるんです。今ではドレミア・ソラシドみたいな感じでね、それをヒントにして、五衛というのはこれはね五段階ということで、南無阿弥陀仏をね、この音を上げたり下げたりとかね、歓喜をよろしくということで、それを浴び出したのがこの法性禅師、まあ、例えばこの上の先生なんですけどね、それを天台宗がこの人の教えをね受け継いで、今でもね天台宗でちょっとあるんです。まあ皆さんは知りませんけど、南無阿弥陀仏でもね、生とか南無とかなんかそういうね音楽をつけますよね。そういうのは元はこの法性禅師から来ているような感じがいたします。まあ、少しでも皆さんに親しんでもらうと、今みたいに音楽ありませんからね、この仏教の教えをこの音楽でね綺麗に聞き心地がいいように、そういうようなことを狙ってね、音楽の要素を取り入れて、このお経を読んだり、あるいは南無阿弥陀仏をね唱えることが大事だと思われて、この南無阿弥陀仏をね早くしたり緩くしたりして、これを5段階に分けてね編み出した方がこの方で、この方もね、まあ、誠の信者なる方だと考えられますけどもね。で、この方がこの阿弥陀仏の本願をねうまーく表現してるんです。有名な十八願という教えをね、この中にね綺麗にね仏教の教えをねまとめているところが、私今回、ちょっとこれ勉強して思いました。で、この御門はですね有名なね千尺集という本の
3番目の本願上人に出てくる内容なんですね。まず簡単に言いますとね、法然上人が一斉のこの日本の仏教で大きくね、大きなことを成し遂げた方が法然上人ですが、この方はもう字が下手なんで本はあまりないんだけどね、この本だけ一応残ってるんです。先着集という本だけね。でもこの本も実はほとんど弟子に書かしました。まあ字がちょっとね、失礼なんですけどね、ものすごいね下手な字を書かれて、私も見たんですけど法然上人には勝てると思いました、私のようなものでもね。でも始めと終わりだけは法然上人ねちゃんと書いておられます、うん、で中身は結構お弟子に移させたりしたんですけどね。でその全部で16章ある中の第3章、16章の中の第3章の本願章というチャプターがございます。でそこにね阿弥陀仏の十八願について詳しく解説、これ非常にね論理的です。先着集といったらなかなか読み応えありますけどね、誰が聞いてもね納得できるようにね、やはり浄土仏教は素晴らしいと、聖道仏教よりも浄土仏教の方がいいみたいな感じでね、もちろん聖道仏教も素晴らしいんだけども、凡夫である私たちは、この浄土仏教がいいですよみたいな感じで、そういうように理論的にね根拠をしっかり挙げて非常に読みやすい本です。虚偽主義はちょっと難しいですけどね、こちらは割と読みやすい本だと思います。意味はね、阿弥陀仏が48願の中の選択されたんですね、18願を、48ある中の18願を阿弥陀仏が選び取られた。でこれを証明するためにね、たくさんの根拠をですね集めた、仏教のお経とかそういうお経を解釈した本、特に禅道大師中心にしてですね集めた本でございます。まあ、非常に素晴らしい本が先着集ね。でこの中でも、第3章に、ね、本願章というチャプターがある。そこに有名な言葉が、こういう言葉があるんですね、第3章にね、どうして阿弥陀仏がこの本願を立てたのか、この理由について書いたところがあります。阿弥陀仏はどうして、本願を建立されたのか、そういう、それをこのようにね、これは法然上人の、言葉ですけどね、この言葉をおっしゃった後、これを言う根拠としてこういう言葉があるからだということで、これを根拠にしてこういうことを法然上人はおっしゃいます。どういうことだと言いますと、阿弥陀仏はですね、平等の、阿弥陀仏は法蔵菩薩の時に平等の慈悲に催されて、あまねく一切を接するために造造祈祷の諸行を往生の本願となさず、ただ称名念仏の一行をもって往生の本願とすると、まあこういう内容がね書いてあるんですね。まあ先着集ね、久しぶりに私読んだ、私昔これね親鸞さんの真似して全部として、昔もう10年以上20年ぐらい前にね先着集全部としてね学んだんだけど、なかなか良かったですけどね。そこにこういうふうにね、こういう文章があるんですけども、ちょっと読んでみますとですね、ここの文章ね、まず弥陀如来が、阿弥陀仏が法蔵比丘の昔、阿弥陀仏が法蔵菩薩法蔵比丘の昔に、平等の慈悲に催されて、まあ仏様は平等と言いまして、全ての人を幸せにしたいという心のある方が仏様でございますね。平等の慈悲、ね、慈しみ憐れみの心ね、苦しんでいる人を見ると放っておけないという心が菩薩であり仏様でございます。その平等の慈悲に催されて、もうね、そういう心がもう湧き上がってきて、もう助けずにおれないという気持ちを起こした、まあ、これが本願でありますけども、そしてあまねく差別なく、あまねくね分け隔てなく、あまねくね一切修行、十方修行ね、全ての生きとし生きるものを摂取する、全ての人を納め取って捨てられない身に摂取するために本願を立てた。でそれまでの仏教、一般の仏教でやはりですね善に励まればなりません。当たり前ですけど、因果の道理から言ったら当たり前で、当時はね、仏像を建てたり塔を建てたり、この度に伏せをしなければいけない、これもちろん大事なんですよ。でもね、伏せのできない人はもう助からないのかということがあったんです。
まあお金持ちや物のある人はいいけどもね、もう布施したくてもできない、いわゆる諸行ができない方はもう当時はね、もう助からないと。だ一般凡夫は多くは貴族ならば助かるかもしれんけどもお金のない貧乏人や貧しい人はもう諸行もできないものはもうね見捨てられてしまうのかということで苦しんでる方があった。でもそういう方でも救われるのが仏教だということで、阿弥陀仏はこういうね諸善万行これをした者を助けるというそういう本願じゃないんだと。阿弥陀仏は十八願を選び取られてね、称名念仏の一行をもって、ね、この諸行をもって往生の本願とはされなかった。ただ称名念仏、ね、名を称え仏を念ずる称名念仏の一つの行、まあ、これを行と捉えてですね、これをもってその本願と、なされたんだと。これが、弥陀の本願だと。でこれ十八願にはそう書いてあるんだけどなかなか読みにくいので、これをね十八願を噛み砕いて、このどえらい方禅道のね、後の弟子と言われたこの法性禅師がここをうまーくねおっしゃっているので、そこをね、ここを読まれて法然上人はこの御文を、引用されて、おっしゃるんですね。じゃあその阿弥陀仏の本願、称名念仏の一行をもって本願とされたと言われるね、仏様の本当の御心はどうか、これをね、見てみるとね、こういうふうに、書き直されました。弥陀の本願分かりやすくね、かの仏の院中に具勢を立てたまえり、弥陀を聞きて我を念ぜばすべて迎え来たらん、貧愚と風紀と選ばず、月と交際と選ばず、多聞にして上界を保てるとおば保てると選ばず、破壊にして財魂の深きことをも選ばず、ただただし衛心して多く念仏せしむればよく我略をして瓦やつぶて小石をして返じて小金とならしむと、こういう文章がありまして、これをよく読まれたらね非常に感銘を受ける。あの初期仏教とも矛盾しないというかですね、全仏教にあの本質から言ったらね、あの同じであることも私読み取ることができました、ね、ここにうまく仏教の教えを全てまとめているような御文で、しかもちょっと歌のような形でね、これ法事さんですからね、あのやっぱりこれ漢文にしたらちょうどねあの行がしっかりあのうまくなってまして、うん、音も割とね聞き心地がいいんですわ、うん、仏教でうまいですよね、あのしっかり韻も踏んでね、あのしっかりあの言葉もまとめてしまう、そういうのが手法が使われてね、あの今でいうあの音楽がない時代ですからね、この仏教を学ぶことによってこの音楽風にあのアレンジしてね、皆さんに仏教に親しんでもらって、ね、気持ちよく仏法が聞いてもらえるように、幸せになってもらえるようにね、この非常にこの歌の形で示したものが仏教に多くございます、まあ、その一つがこのね護衛法師さんでございます。じゃあこの意味をね今から見ていきますが、でこれは親鸞上人ね教行信証行観、行といったらこれ念仏行なんですけども、我々が救われる行、我々が悟りを開く行として説かれた巻物にね、この御文を引用しています。で晩年ねこれは非常に大事だということで、親鸞上人のねあの一番尊敬する清覚法印という方がね、あの有心証というようにこれを引用されてたんで、これをねもう解説しようと思って、またここをね詳しく何ページにわたってこれ本当に掘り下げて詳しくねあの解説されたところがありますから、それも今日ねせっかくですから、そこをね、まあ、全部はちょっと難しいかもしれませんが、できるだけねこのここだけでも今日はね、固める部分だけでも解説できたらと思っております。じゃあ早速ねこれはどんな意味かをね、まあ、法然上人はこの解説はされてないんで、まあ、読めばわかるだろうということかもしれませんが、今からそれをね、親鸞上人はここを解説されてますから、そこをね見ていきたいと思います。まずはあの言葉通り読んでください。まずはね書かれてあるこの漢字仏語をその通りねしっかり押さえられたら誰でも多分わかるんじゃないかなと思うんですね。早速いきますね、法性禅師
というね、法に照らすという法名をつけた法性というどえらい方が、まあ、禅道大師のね後の弟子と言われた優れた方が、おっしゃった、お言葉でございますが、かの仏の院中に具勢を立てたまえり。かの仏、これはかの仏はこれ阿弥陀仏ですね。かはこれ向こうが悲願と言いますよね。悲願と言ったら、極楽浄土、志願と言ったらシャバ世界、向こう岸におられる仏様だからかの仏、こちら側ならばお釈迦様に当たるんです、ね、お釈迦様はこちら側におられて阿弥陀仏は向こうにおられるという話が禅道大師にあるんですけどね。かの仏とは阿弥陀仏のことでございます。で仏様と言ったらね、初めから仏様じゃなかった、ね、因にと言いまして、まだ仏になるための原因を作っているくらい、そういう時があるんですね。今皆さんも私もね、仏になっておりませんから、まだ、まあ、菩薩として私たちは頑張ればなりませんが、ね、仏なるまでの位を菩薩と言いますけども、この阿弥陀仏が法蔵菩薩という名前の時がこの院中と言いますね、まあ、これ大無量寿経にありましてね、阿弥陀仏は法蔵菩薩の時に、ね、この全ての人を救いたいという願いを起こして、ね、本願を立てて、この法蔵菩薩が本願を立てて、でそれが、本願が成就する、ね、また我々にも成就すると言ってみるんですけどね、本願を成就なされる、そういう物語が書かれてますけど、まだ仏になる時のことを因中と言いますね。原因、仏になるにはやはり原因が必要でありますね。修行というものが必要でありますから、原因を作っている、ね、位、因にとも言いますし因中、まあ、因にと言ったら位ですけどね、因中と同じ意味です。原因の位、原因の中にいた時のこと、それは具勢を立てたまえり、広い誓いを立てられた、ね、これがありがたいですよね。仏様は実は全部具勢なんです、本当はね。初期仏教でもそうなんですよ。初期仏教では阿弥陀仏の本が出てきませんけどね、すごいのはね、スリランカの方々ね、仏教とはみんなね、自主の瞑想するんです。どういうのかといったらね、生きとし生けるものが幸せでありますように、生きとし生けるものの悩み苦しみがなくなりますように、生きとし生けるものの願い事が叶えられますように、生きとし生けるものに悟りの光が現れますようにというね、まあ、こういう慈悲の瞑想をですね、いつもしょっちゅうやるんですね。だから法律から言ったらね、これと同じなんですわ。いわゆるこの具勢を起こされたような、だからこれは全仏教徒に共通してるかもしれませんね。まあ理想は高いんですけどね、やはりこの差別心をなくす、好き嫌いをなくすことも大事なんです、幸せになるにはね。で具勢とはこれ広いね、広く広めたい、広い機会、十方しようといって、どんな人も、ここでこの後ありますけどね、で、貧愚風紀、下地交際、多聞状態、破壊財本といって、いろんな人をね、挙げて、具体例を挙げてね、どんな人も差別なく救う、どんな人もね、分け隔てなく、ね、救いたい、これが仏様の御心。それを、実感されて、親鸞聖人も法然上人もね、教えを明らかにしたいと思われたんですけども、広い誓いですよね。差別なく全ての人を救ってあげたいという誓いを具勢と申します。それを立てる、建立された、ね、本願を立てられた、ね、でこれが成就するのが大無量寿経のすごいところ。私知らなかったんですけどね、 たくさんお経ある中で、ね、この本願がね成就する御門があるのはね、大無量寿経だけだそうです。他のお経にはないそうですね。この本願が成就するね、この本願を理解するとき大事なのはね、因にと成就、2つあるんですね。まず本願というものはまだね、願いだけなんだけどね、この願いがね、あなたの上に成就する、これがすごいんですよね。これ成就と言いますね、完成のことですね。なるね、あなたの上になって、樹はこれ就職の衆でこれつくですよね、完成する。本願が完成したということがね、はっきりおっしゃっているのは大無量寿経だけ。ただ皆の本願も抜群にすごいです。他の本願はね、本願はあってもね、成就門がないんです。でも大無量寿経だけにはね、まあ出ている場所はバラバラですけどね、48が一応全部ね
本願が成就していると。これあと法然上人がね先着書に書いてあるんです。ずっとね一願から途中省いて四十八願まであるけどね、これ全部成就文をねずらーっと並べられて、それが全部成就してるんだと。まあこれは法然上人も体験されたからかもしれませんけどね、この弥陀の本願には成就文というものがある。これが特徴ね。それは私たち言ったら我々修行の上にも成就するということで、必ずね、成就させてみせる。これが本願だから本願がすごいんですね。単なる約束しただけでね、約束は果たせませんでした、そういうことでは終わらせない。必ず約束したならば本願を成就してみせる。仏様は嘘つきませんから。これがまた大無量寿光の素晴らしいところ。まあ、これもね先着集にそのことが書いてあるところ、なかなか私感銘しましたけど。で具勢を立てられた。で実際この本願を立てた後、ね、あなたの上に修行の上に完成させるまで仏様は菩薩様は頑張るんです。でじゃあズバリどうしたら救われますかと言ったらね、はっきりおっしゃるのはね、皆を聞きて我を念ぜば全て迎え来たらんと。はっきりね、本願でははっきりねこの言葉出てこない。十八巻では、でも十八巻成就文では出てくるけどね、門戸名号と言いまして、皆の十八巻にはね門戸名号、その名号を聞く者を救い取ると書いてあるんです。十八巻までは出てこないけどもね、だからここを親鸞も強調したいんですかね。実は初期仏教を学んでもそうなんですね。お釈迦様の時代でもね、悟った人はやっぱりねお釈迦様の説法を聞いて悟るんです。一般的には瞑想が悟る方法ですけどね、仏教から言ったらね瞑想イコール聴聞と言ってもいいんですよ。瞑想イコールね聞法と言ってもいいんです。やはりね聞くのが一番大事なんですね。だからこれを皆を聞く、だからこう皆で名号ですけどね、仏法と言っても同じ、仏法全てと言っても同じね。仏教は名号を聞いて救われる、皆を聞いて救われる、これを門号名号と大無量寿経にはあります。そこをねこの法性蓮司は言い換えておっしゃってるんだと思います。門号名号、そして我を念ぜば、これが念仏ね、我、これ阿弥陀仏ね、阿弥陀仏ね、我を念ずるだから、仏を念ずるですよね。阿弥陀仏を念ずる、仏を念ずる、もともとは仏徳といってね、この仏の徳を念ずる、これだけでね結構な御利益が実はあるんですよ。初期仏教で阿弥陀仏出てこないんだけどね、この仏徳を皆さんも念ずることによってね、これに功徳がいただけてね、この死の苦しみが乗り越えられたりね、いろんな功徳があると初期経典にも書いてます。元の念仏の意味は本来は仏徳を念ずることが本来の意味ですけどね、そこからいろいろ発展して念仏の意味が発展していきますけどね。ただ念仏はとても大事、ね、仏を念ずる、我を念ずれば、阿弥陀仏はたくさんの徳を備えてますから、それを念ずる、ね、この私阿弥陀仏仏徳備えた私を念ずるならば、ね、そういう人は仏法を聞いて、ね、いわゆる、ね、聴聞して念仏を実践するならば全て、ね、これは後で一時一時解説がこの次と次の講義で話しますから、全て、ね、例外なくね、どんな人も全て、ね、分け隔てなくね、迎え来たら、ね、迎えに行きますよ、あなたのところに来ますよと。これもまたね詳しく業と来についてもね、親鸞はまたご自身の体験から味わい深くね解説してくれます。文字通りね全て、迎えに来るでいいですね。まずはね、全て迎えに来る、だから救われますよと。仏法を聞く者、仏法を聞いて念仏を実践する者は全て救われますと、ね、これが、阿弥陀仏の本願だから、どんな人も救われる。ここにね、多くの人はもう驚嘆した。当時の鎌倉仏教でですね、新仏教とも当時言われましたけども、当時はもう庶民が見捨てられていた、そういう時代に法然様がこういうことを説いたんでね、ものすごい勢いで広がっていくんですよね。だから当時の権力者もね、この仏教をね無視してはね政治ができないんで、仏教を巧みに利用していくことになりますけどね。もう終わりますけど、鎌倉殿のね北条義時もね北条政子も仏法を一応聞くようになってますからね、
最後は一応あの吾妻鏡では北条義時もね念仏を唱えて死んだというふうに書いてるそうですけどね、うん、北条政子もね法然上人から教えを多分京都で直接聞いたらしいですね。長い手紙もらってますから、そこにもね金光と法然上人はねあの政治でどういうふうにやればいいか、まあ、結構彼は罪作ってますから結構あのひどくやってますからね、そういうこともあるんで罪悪感もあったんだと思いますけども、だから阿弥陀仏の本願を求めたんだと思いますけど、やはり、ね、そういう人でも救われる道をねあの法然上人はお手紙で政子には書いてます。で北条義時ではないですけどね、でも北条義時も最後念仏を唱えて一応死んだというふうにね吾妻鏡では最後書かれてますけども、やはり人間最後やっぱ求めるのはやっぱりこのね死の恐怖がありますから、やっぱり最後すがれたくなるのも分かりますよね。でここではズバリ、聞法する者、聴聞して念仏を実践する者は全て迎え来たると。でそこでね、じゃあ次に、阿弥陀仏は十方の修行、ね、全ての人を救うという本願を立てられました。じゃあね、十方の修行とは一体どういうものかについて、これを具体的にね、この法性善寿は示されるんですね。まず一つ目、あその前にまずねこの選ばずという言葉で、ね、ここを気をつけましょう。選ばず4箇所ありますね。選ばず、ここちょっとまず注意してくださいね。この言葉のまずねポイントはね、選ぶという感じです、この選択、選弱の選と弱はね、これ選び取るなんです。いくつかありますよね、その中で選択する、選び取る、これも選ぶ、こっちはね選び捨てるなんです。こう意外と皆さん知られてませんけどね、私も気づかなかったんですけども、これは選び捨てるね、選び取るだけ捨てるという意味はこのね簡単の漢にあるんです。あの英語でシンプル言います、シンプルね、簡単と言ったらね他の選び捨てるんです。いろんなものをね選んで一つにするのを簡単と言います、ね、なるほど、ね、たくさんのものをね一つに選び、ね、捨てて一つにするんです。これがこのね観という字なんですね。これ意外とあのこれ聞かないと多分皆さんわからないと思います。もう選ぶ、まあ同じだと思ってますけどね、こっちは選び取る、こっちは選び捨てる。で仏教はね見捨てない教えなんです。どんな人も阿弥陀仏は摂取したとおっしゃって、納め取って捨てられない。普通ならばね貧乏人や生活に困っているものはねもう見捨てられます、ね、あるいは知恵のないもの、あるいは戒を破って罪の深いものはもうね普通はもう助けられません、もう見捨てられる。それが昔も今もそうなんだけどね、でも仏様はねやっぱり平等の慈悲がありますからね、助けてあげたい気持ちが強いですね。それで見捨てないということをここでね4箇所おっしゃってるんです、ね、で普通の仏教が普通で因果の通りから言ったらもうどうしようもないんだけども、でもねそこをなんとかね、因果律は破壊できませんけども、なんとかそういうものも、ね、見捨てずに、でその罪を後でなくしてやるんですけどね本当は。まずはここではね最初は、一つ目の選ばずはね貧乏と富貴とを選ばず。まあ教えから言ったら確かにねあのこれ貧しい、これ困窮の窮です。で足るものがない、もう生活に困る、貧はこれ貧乏に、ね、貧しくて困窮者の窮だから、これは、食べ物がなくて困っている、困窮している、ね、もう足るものさえもないと、生活に必要なものさえもない状態が窮ですよね。貧しくて足しなき人、足ることがない人。それに対して富貴は、富に恵まれ生活には困ることはない。あと貴族の貴ですからね、貴品があってね割と恵まれている。大きく人を分けたらね、貧乏人で困ってる人が富に恵まれて割と、徳がある、で、貴品がある。大きく2つに分けますけどね、やっぱりこっちのものは救われる、まあ伏せもできますから、諸税万行もできますからね。普通こっちが助かってこっちは助からないように見えますけども、弥陀の本願は差別しないとおっしゃるね、
選ばず、便宮を選ばない、風紀も選ばない。大事なのは心ですから。こういうね、現象面じゃない、金があるなしそういうことは関係なく、ね、選ばないんだと。これが一つ目のね、不見と言いますけどね、これが乱の本願というのがさすがうまく表現していると思いますね。これが一つ目の選ばずね。次二つ目、下智と交際とを選ばず。下智はこれ知恵が下だからね、あの知恵のない人です。愚痴の我々ね、愚痴、知恵がない、知識もない、あんまりね知識もないし頭が良くない、頭の働きは悪い。で武家は確かにね、この人よりもね交際才能が高くて頭の働きいい人の方が仏教の理解も早いからね、当然早く救われるような感じはしますよね。ね、お金も余裕があったら聴聞もできるしね、伏せもできるし、逆にね貧乏人で知恵もなかったらね理解も遅いし、やっぱり助からないように思いますけど、まあ普通は人間ならばこれ分別心でね、こっちはダメこっちはいいとこう普通なりますけども、本当の仏教はね、差別しないんだと。だからといってね、これであの今の浄土仏教の問題点はここを聞いてね、あったのはね、こっちの方がいいんだと思う人あったんですね。あの本で法然上人に非難を受けたんですわね、俺たちみたいな貧乏人とか頭の悪い方がいいんだと思ってね、でバカにするんですわ浄土仏教ね当時。これでちょっと問題起きたんですね。ねえ、わしらの方がいいんだみたいな感じで、ここもちょっと問題ですけどね、これ差別しないということが尊いんですよね。まあ知恵が下ね、そして、才能が高い、普通ならばここを差別しがちだけども、仏様はね分別心がないんですね、差別する頃がない、好き嫌いがないんです。どんな人も平等に救おうというのが仏様ですから、ね、だから選び捨てない、十方修行を救うというのが阿弥陀仏の、お誓いなんです。ここも尊いですよね、選ばず。次3つ目、多聞にして上界を保てるを選ばず。まあ、こっちはいい方ですよ。多く聞く、教えをたくさん聞く、そして釈尊が教えた戒をね、清らかに戒を保つ、これ持つ、これ保つと言います、ね、しっかり持つ、自戒の戒ですね、しっかり戒を保つ、しっかりを持つ、戒とは善のこと、お釈迦様がこの戒をしっかり守ったら、苦しむことはなくなりますということで、皆さんならば最低5回と言ってね、摂政中等邪因恩寿猛虎と言ってね、これは最低皆さんね守ったら二次の世を人間界ですから、これは最低守っていただきたい。で、出家のお弟子ならばね、世界227、男性ならば守らねばならそうですわ。そういうのがあるんですよね、227って結構あの大変なんですけど、そういうのがねできないとちょっと悟りはどうかというふうに言われてですね、そういうのがもう彼はいっぱいあるんですわ。で、まあ、理想は ね多く聴聞できて戒をしっかり守ってる人は OK なんだけどもね、でもそういうものを選ばないと、選び捨てる、まあ、これは次の文章も書かれてるんですけどね、こっちはいい方だけだから、うん、こっちは別にあのそんな捨てられるような感じしませんけど、この反対が次なんですね。でここはちょっと2つ並んで選ばずが方がいいと思うんですけども、次はね、破壊にして戒を保つに対して戒を破壊、戒を破るんです。破ったらちょっとねやっぱよろしくない、因果の通りだから。やはりですね、決して信頼書にはね戒を問題にしてないだけであって、決して信頼書にはね破壊がいいとおっしゃってませんからね。ね、肉食祭に対してね、肉食べたらいいんだ、唾持ったらいいんだ、これが正しいんだと、別に自慢できるんじゃないんですけどね、まあ、仕方ないというか、ね、そこを知らねばなりませんが、ね、戒を破られた、あまりよろしくないんです、はっきり言いますと。そして罪の根っこが深いと。で普通仏教ではね、確かに浄土仏教がないとですね、この戒を破ったり罪の深い人はね、やっぱり悪因苦果、因果の通りによって悪い種まいたらね、苦しみの結果を受ける、これはもうこの法則は曲げられませんから、やっぱり助からないことになってしまうんですね。でもね、
そういうものでもね、ポイントはね、これを認めるんです。これをね、懺悔したら、なんとね、罪は消えるんです。これを素直に受け止めて、認めたらね、変わっていくんです。これがポイントね。これでいいんだじゃなくて、本当の仏教はね、これをね、もし認めることによってね、苦しみなくせるんです。ただ自分の本当の姿を知ることが大事。十方衆を救うといってもね、三田の本願ではこの後最後にね、唯乗五百方法とあってね、ただ覗くんですよね。本当にね、五百方法をね、覗くのが仏教なんです。まずは自覚して、もし自分が五百罪ならば、方法罪ならば、それをね、自覚して認めることによって、懺悔滅罪でなくしていくんです。だからこれもね、これ自分だと認めることによってね、まだ変わっていけますから。ね、知恵のない自分だと認めて、だんだんね、地位がついていくことがありますから。で、貧乏だということを認めて、種まきを変えていけばね、やっぱり恵まれてきますから。だから、因果の通りは絶対曲げられませんので。まずこれを認めることが大事で、もし悪を作った場合は、素直に、言い訳とか正当化とかね、そういうことが問題であって、素直に自分の罪悪を、認める。これが、浄土仏教の素晴らしいところ。罪悪尋従をね、法然さんも親鸞さんも認めたんですよね。だから救われたんです。素直に自分をね、言い訳せずに、正当化せずに、罪を認めることが自分を変えていく方法でもあります。で、この破壊、罪深きものをもね、選ばない、見捨てられない、これを受け入れたならば、ね、それが懺悔滅罪となって、あなたをね、また変えていくことができます。で、ここでね、4つね、選ばない、いわゆる選び捨てることがね、見捨てることがないと。ただどんな人もですね、具体的に、挙げられて、これを十方を修行と誓われた阿弥陀仏の願いをこのようにね、具体性を持って述べられています。じゃあ次ね、どうしたらできるか、一応これもおっしゃってますけどね、皆を聞いて念仏なんだけどもね、ここをもう一度繰り返してね、次こういう文章があります。ただ衛心して多く念仏せしむれば、よく我略を返じて、我略をして返じて、小金を鳴らしむ、小金と鳴らしむ、これなかなかすごいです。このただは実はね、よく言うとね、これ正し書きのただなんですね。ゆいじゃないんですよ。これね、人間にね、ひと、いちと書いてね、これ日本語で言ったらね、正し書きと言いますよね。これ条件なんですわ。でも、ミダロンが条件がないと言われますけど、あまりここは誰も言いませんけどね。でも、本当のことを言いますと、ここが条件なんです。ね、仏教から言ったらね。さあ、そのままじゃありませんよね。ね、何もせんで悟る。こんなバカなことはない。やはりね、文法し念仏。あとね、衛心。これポイントはね、ここなんで、衛心なんです。ただし、ここね、これ本当はこれただしなんですが、普通はこれただで終わりますけどね、ほとんどここは誰もね、話しませんけども、字から見たらね、ただしなんです。一応、私はもう、条件で言ってもいいかもしれません。漢字から言ったらね、誰も説法しませんけども、漢字から言ったら一応、そういう感じなんです。ただし、衛心して、これが一番ポイントね。で、親鸞聖人はね、この衛心をね、この有心証明でね、ここを詳しく説明するんです。内容はね、自力を捨てなさいということなんですね。自力を4通りに分けてね、この絵師の解説をね、親鸞聖人にね、詳しくされます。心を翻すと言いますね。心を翻す。絵はこれね、回るという感じ。回転の回ね、今はこの心尿がないで、この尿、これがないですけどね。回るとか回すなんですね。これが翻る、ガラッとですね、これが翻る、いわゆる信心欠揚のこと、あるいは衛心という方もよく知る浄土真宗ではね、衛心体験、阿弥陀仏に救われたことをですね、衛心体験もしくは信心欠揚の体験というふうに言います。それをは元は法性禅師がおっしゃってるんですね。で、ここを親鸞聖人は注目されたんです。法然上にもね、この体験が親鸞ならば29歳、法然ならば43歳の時にその鮮やかな体験が衛心体験だったんですね。で、
ここは大事だからね、ただしというふうにね、法師はおっしゃったんじゃないかと思います。文法念仏によって会心させていただける。なのでポイントはね、会心して多く念仏せしむれば、これ刺激が使われてるんですね。刺激、ちょっと難しいです。刺激といったらこれさせるという意味ですかね。この使うという漢字と、あとね、令和の令、これね、あの漢文ではね、せしむというんですね。せしむというのはね、させるみたいな意味、ね、俺の力でというね、がじゃないんですよね、うん、この向こうの方から阿弥陀様の仏様のお力によってね、させられるという意味合いがあるんです。ここも注目してもらいたい。あと普通にね、よく、これも他力、能力の能もこれ他力なんです、ね、で、せしむね、させられる、させられる、あの日本語の特徴ね、普通ならばね、私がしますなんて、伏せをします、私が聞いたるわみたいな感じですよね。私韓国で2年間おったんです。あの思ったのはね、向こうの国は全く日本語とね同じ言語形態だけどもね、ない言葉がこのさせていただくだそうです。うーん、得意な日本語を達した方多いんだけどね、わからんおっしゃったんですね。なんで日本人はね、させていただく言葉を使うんだと、韓国にないと言われたんです。同じ言語形態なのにね、ほとんどあれ並び方はね、これね、ハングルにしたらね、ほとんど同じようにこれ、うん、翻訳一番しやすいんです、ハングルは。でもハングルにはね、この刺激みたいなのないんですわ、させる。でこの言葉はね、浄土真宗用語、あの NHK でやってました。あの途中で生まれたらしい日本語でね、まあこのお経の影響かもしれませんけどね、あの浄土真宗が盛んになってですね、浄土仏教が盛んになって、このさせていただくみたいな言い方ができたんですね。やっぱり俺がやる、これ良くないですわね。俺聞いたるわいとかね、俺が不正やったるわい、これはちょっと不純なもの入ってますよね。でも逆にね、いや私が聞かせていただきます、いや私ね、させていただきますと言ったらね、これ画集が入らないんですわ、この言い方、言葉ではダメですけどね、あのそういう頃でやったら画集は減るような感じになると思います。で悟った人はね、俺が悟った、これあったら偽物なんですわ。やっぱりガーが伝った、画集がなくなっていくのが悟りですからね。だからこの言い方はまどろっこしいですけども、あの私はいいと思ってます。この画集を減らすためにね、あのさせていただく、してやるじゃなくてさせていただく、これは他力を表すんですね。仏様のお力によって私はさせていただきますと、そういうのがね、この五門から言ってもね、この欲もこれ他力だし、このせしむるも他力というかね、刺激量もこれ刺激なんですね。ここちょっと注目してみましょう。だからこれ会心して多く念仏せしむれ、これ2つね、これ刺激が入ってるんです。俺がね、やったんだみたいじゃなくて、俺が会心、俺の努力でやったんだ、俺がね頑張ったんだ、すごいだろうというのはね、悟った方にはないはずです。あったら偽物ね。あの悟りはね、我々が思ってるね、あの弁護士になったとかね、大学入った、そんな資格とは違うんですね。悟りはやっぱりね、質が全然違うんですわ。だからそういうのが全くないのがね、悟りなんで、親鸞法然さんはね、自力を捨てなさいという言い方をするんです。でここではね、親鸞はこの会心のところでね、詳しく自力を捨てることを4通りに分けてね、この自力の捨てることについておっしゃってます。心を翻すということはどういうことか。そして次ね、多く念仏せしむれば、普通ここね、多くたくさん念仏を唱えなさいと言いたいところなんですけどね、親鸞なぜかね、そんな言い方してないんですわ。親鸞の後で言いますけどね、この多いの意味をね、3つおっしゃってね、大きいという意味と多いという意味と増上の意味で分けてね、たくさん唱えなさいということはおっしゃってないんです。もちろん唱えていいんですよ、もちろんあのたくさん唱えて悪いことは絶対ありませんから、大いに唱えてもらって結構なんだけども、でもそういう教え方を親鸞はなぜかしてない。ここで大いにやったらいいところね、唱えたら助かるわけじゃないから、また唱えることは悪いことじゃないけども、大事なのは心ですから、心で仏を念ずる、これが本来の念仏の意味ですから、多分それを込められたかも分かりません。これ念仏のね、お徳の素晴らしさを称えるためにね、大きい、多い、増上、これはね、どんどん功徳が増していく、上に増すと書きますよね。
どんどん功徳が上がっていくみたいな感じですかね。優れた、よろずの善よりも優れたものという意味で、これ解釈診断はしてますけどね。だからこれ多念仏というものです、ね、もう多くにしましたけどね、一応多念仏とね、漢文だったら多念仏なんです。多念仏で、信して多念仏、せしむれば、ね、他力によってさせられるような感じで、他力栄光がここでも、受け止めることができる。でさらにね、よく能という漢字をね、これよくと言いますけど、これは他力の意味で理解するんですね、仏様のお力によってというような意味合いでここもね読むことができる。で私たちはどうかといったらね、私たちはね我訳とおっしゃるんです。皆さんに失礼ですけどね、凡夫の我々皆さんはね、瓦やね、つぶて、これつぶてと読む、あ、小石のことで小石ね、あの 石ころね、石ころや瓦はね、磨いても磨いても金にはなりません。でもね、なるんだとおっしゃるんですよね。普通ならば絶対ボンブはね、あの隅、多丼はね、どこまで磨いてもね、隅なんですよね。それが我々、ね、私たちは瓦やつぶてみたいなもんで、どこまで中探してもね、煩悩いっぱいなんだけどもね、仏教ってすごいのはね、皆さんが多丼、隅としたらね、火がついたらどうでしょうかという例えがあるんです。この多丼、もしくは瓦にね、火がついたら燃え上がるように、これをね、変化させて小金、これ金、小金、これ仏のことを言います。仏教はね、すべての人が仏になれる、我力を変化させて小金とならしむなんですね。またなる、仏にならさせる、この霊もこれさせるね、阿弥陀仏の本願力によって仏様のお力によって、まあ、体験したからだと思いますけども、ならしむと読ましたんです。でこれはね、弥陀の本願で言ったらね、三願です。弥陀の本願で言ったらね、順番になってましてね、一願が三幕道をなくしてみせる、二願が三幕道に再びね元に帰らんようにしてみせる、これ二願ね。で三願がね、これなんです。質替え金色と言って ねことごとくみんな金色にする。だから仏様のね、あの仏像はね、みんな黄色なんですよね。これは象徴表現でね、差別がないということなんです。金以上の色はありませんよね。他の色ならばね、紫とかなんかいろんなねことを言って、赤とか白とか言ってね、あの違いがあると思いますけども、金を持ってきたらね、これ以上の色はないんです。金色はね、ゴールドですから、だからこれ最高の色ですよね。だから仏様はね、もう差別心がなくなるんです。で仏様は仏教では、あなたの心をね、完全に差別のない心、そういう心にしてやりたい、そういう心になったのが仏様なんです。それで三願では質解金色、ね、小金としてみせるということで、仏様の絵像木像もみんなね、金色で描いたのはそういう心であります。一応これね、ずっと未来ですけども、一応仏教では全ての人が仏になれるので、これが仏教ですけど、一応言えることもないんですが、あと4眼がね、好き嫌いとか醜い好き嫌いをなくすというのが4眼にまだあるんだけどね、まあ、そういうような感じで順番にね、弥陀の本願読んでも非常にありがたい、あの願文がいっぱいありますけど、で最後はね、よく私たちの凡夫、これはあの漁師とか商人、いわゆる罪を作らないと生きていけない我々に例えてます。漁師ね、生き物を殺して生活する、あるいは魚釣りね、ね、鹿とかヤギね、ウサギを殺して、生活する漁師と、あと魚釣りの漁師とね、やっぱり罪を作る商人ならば、まあ人を騙すこともありますからね、そういうものを我力に例えて、変じて、それをね変化させて、この我力凡夫を仏にする、これが弥陀の本願48願にありますから、それをうまくね、この法性禅師がまとめてくださって、ね、法然さんも信者でもこれ実感されてね、弥陀の本願をね、うまくまとめ、うまく仏教をね、まとめてくださったということで、非常に感銘を受けられました。でこれをね、信者さんに晩年、あの自分の先生であるね、あのいやすいません、あの豪のある清覚法印という方がね、晩年有心書の本を書いて、素晴らしい本を書き残している。そこにね、この御門があるんだけどもね、
この5問の解説が意外とないんです。本日は一応これされてないんですね、解説が。で、親鸞先生は晩年ね、いや、これやっぱり解説が大事だということで、晩年ね、この5問の解説をね、有心証文意という本にね、これを詳しく、解説してるんで、それをね、今日この後ね、あと2回に分けてもう一度ね、ここをね、親鸞から、文法を、まあ、聞かせていただこうかなと思います。はい、じゃあちょっと休憩を入れたいと思います。ありがとうございました。